そんな絶好調じゃない。メイクバッチリで服もおしゃれってことは今日出かけてた。出かけてないよ。メイクしてない今日。虹色の空さん、ファンデピル。ファンデピル13。ありがとうございます。ありがとう。最近ね。椅子が動かないんですけど。なんでだ？なんでしょう。椅子の場所があるね。いいか。よし。あまわすず、羽根すずさん、なんて言うのか、羽根すずさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。こんばんは。コンタム、じゃあなんで今日アサルでしたの？なんとなく来ただけよ、これ。コンタム、コンタム、おはよう、おはたぶ、おはよう。どうも、ガチュー、ガチュー、うん。今回のイベントガチューよ。名前つけ忘れてた。こんばんは。1狙ってますよ、今回のやつ。スペースランナーウェイさん、ファンレベル19。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。ニューさん、ファンレベル11。ありがとうございます。パジャマじゃないよ、これ。ワンピースよ。違うよ。ジントさん、ファンレベル14。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。コンタム、どうも。誰かと思ったら天才エペプレイヤーじゃないですか。おバカにしてるわ。バカにしてるわ。一日中家に行って飯がずっと寝てて面白いっすよ。ずっと寝てないよ、私。起きてましたよ。お昼からずっと。こんばんは。どうも。あつたむこんたむ。どうも。こんばんは。おもちさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。キャッシーさん、ファンデベル15。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、コンタム。すっかり衣替え。これ、半袖だよ。暑いもん、部屋めっちゃ。26度ぐらいの。ケミスとか。エアコンつけてるだから。エアコンつけて、今、25.8 度。暑いよ。こんばんは。暑いもんの方、2度目の方。モザン弱体稼働。モザン。でもモザン持ってる人多いかも、それでも。モザン、リスボニューカー行ったら。こんばんは。ガッチンさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。こんばんは。どうもこんばんは。ファンデピングリフトありがとう。ありがとうございます。こんばんは。ハツオモンの方とウィルアイズさん、リンボスター、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。まだ質問触ってないよ。エアコンつけてるもん。諦めて。今日ちょっと暖かかったよね。だからもうエアコンつけた。配信する前に、配信ツイッチ始める前にエアコンつけといた。ゲームしてツイッチしてたらね、部屋めっちゃ暑くなるから。ゲームして配信したらエアコンつけてるだけ。こんばんは。夜は涼しくなった。もうお部屋暑いからつけちゃったよ、エアコン。足終わったら消す。こんばんは。あれだけ動くとね、ゲーム内なんです、別に。動いてんの。あ、ツボの方、ありがとう。こんばんは。ゲーム PC なんだろう。そう。でも、今、ショールームだけだからさ。下がるかな、ちょっと。ツイッチ配信の時がやばい。こんばんは。冬だからね、配信の時暖房つけない、切る、暑すぎるから。カロちゃんさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。あいつね、エペで許可と思った PC が引いた。私と私も私もだった。初音の方ありがとう。こんばんは。エペの時あだやりにドバドバドバ。違う、私は関係ない、関係ない、あそこなの。こんばんは。増えないとウーちゃん、ウーニャの痛もになる。やめてよ、ウーさん。あそこ、キラキラになっちゃうでしょ。こんばんは。受験です？違うでしょ。こんばんは。あそこあったかいよ。高いんだよね。うん。プロマイさん、ガチベならブブケーキ元いね、猫ケーキ。あ、これブブケーキ。これブブケーキ。あ、これあれか、タヌキみたいだって言ってたやつか。プロマイさん、猫ケーキ
ブブケーキ、猫ケーキ、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。これ、かわいいこれ。かわいいね。これ、あれみたい。なんだっけ、こういうさ、種類の猫いるよね。ヒマラヤンだっけ。こんなんじゃなかったっけ。顔の真ん中が黒い猫。フロマンさん、ファンレベル34。ありがとうございます。ありがとう。タルちゃんさん、リンゴさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。初音の方、ありがとう。こんばんは。こんばんは。昼から酒飲みすぎた。昼からそんな飲んだの？大丈夫かい？また会いたいの。大丈夫？こんばんは。寒くなったらブーブー暖房全開。ブーブーの暖房？ブーブーが暖房代わりに行ってくれるの。こんばんは。猫バスならぬ猫ケーキ。確かに。どうやって書こうかな。書けるかな。猫ケーキだっけ。このままお知らせに来てた。猫ケーキか。書けるかな。今日もデートですか。なんでそうなるんだよ。本当に毎回さ。なんでそうなるんですか。どうやって書こうかな。猫ちゃん。ホイップが乗ってるの上に。ホイップうまく書けるかな。ホイップ。猫ちゃんね。猫ちゃんの顔だけでいいかな。ケーキは。私は無理だから。むずいぞ。難しい。猫ケーキ。ホイップちょっとうまく描けない。フロマンさん、猫ケーキタワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。猫ケーキ、ありがとう。猫ちゃん。猫ちゃんこんな感じだよ、多分合ってる。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。かけてるでしょ。あ、そうだかと。ありがとう、こんばんは。ありがとうね、さよさん。こんばんは、どうも。頭に火の玉、違うホイップ、ホイップ。やめてよ。頭のクリームの再現と、え、こんな感じだもんね。そうだよね。みんな見てみてよ、このさ、猫ちゃんの頭の上。こんな感じの、ホイップじゃん。こんなんじゃん。ほら、再現度高いって。合ってる。こんな感じだった。合ってます、これで。
きだから全身は無理よ。無理無理。猫ちゃんありがとう。わがたはありがとう。違う。ホイップホイップ。ホイップなの。違うのよ。じゃあ、黒すぬるわ。さあ、そうする。カタマーダマ。皆さんいつもごめんなさい。どうしたのよ、急に。急にどうした？さんマガタを出てる？違う違うか、やめなさい。こんばんは、どうも。違いますよ、みんな。これホイップだって。こんばんは。世にも奇妙な、え、世にも奇妙じゃない、世にもあれなるマガタマ猫爆弾、なんだそれ、なんだそれ。マサさんファンデビル11、ありがとうございます。ありがとう、あいつね。こんばんは、どうも。こんばんは、やっほー。どうもどうも。カンタム、こんばんは。今日30分ぐらいになったらアプリ持ってくるね。11時半ぐらいになったら取り入ってくるアプリ。今日はブルレにしない、このまま普通のプリンで。こんばんは、どうも。こんたむー、こんばんは。みんなキングリットありがとうね。キラボシもありがとうございます。みんなありがとう、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。こんばんは、どうも。にゃほよいしょ。ブブさんもう5階に行って寝ちゃった。フェアリングさんファンデペル13、アルバトロスさんファンデペル14、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。こんばんは。暑い部屋か。もう26度になっちゃう。 25.9 度なんだけど、今26度なるよこれ。わ、寂しいね。ブブさん寝てる上で。ツイッターのサムネ変わった？サムネ？ツイッターのサムネって何？何それ？アイコンのこと？アカウントの。アイコン？あれ結構前に変えたよ。結構前。いつだっけ変えたの？先月？そんな前じゃない？ぐらいだと思う。こんばんは。山田もプリンプリンですか？なんだプリンプリンって。うーどこで寝てる？うーケージで寝てる。5階で。いや、これ暖房じゃない。冷房よ。半袖着てるものって今。でも部屋、もう26度になった。今26度だよ、この部屋。エアコン入れなきゃ、暑すぎて。無理。わかった、ムード？え、アイコン変えたの？変えた？アイコンね、アイコン。こんばんは？ライブ前に変えてた。さっき気づいた。そう、変えてた。暑いよ。パソコン、さっきツイッチで多分配信してたからね。一気に部屋作った。ケージで寝るって何ですか？ケージ。ケージね。ケージじゃないよ。カタカナね。初オムの方ありがとう。こんばんは。どうもーん。こんばんは。うん。私もう124万ポイントじゃん。たくさんありがとう、みんな。ありがとうございます。ありがとうね。オブカムバーク。ブーさん、さっきね、スイッチで発信したで、ここで寝てたんだけど。寝ちゃった、ケージ。ペキ、読めるわ。読めるわ。あ、ツモの方、ありがとう。ツモの猫ね、は妖怪ウォッチの、ジバニャンもです。あ、ジバニャンも確かに、頭に。なんか、さっきのやつみたいな。だから、こんなん、こんなんがあってね、こんなん。確かに。ウレシスさんファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。はい、こんばんは。北京どこにあるか？北京。北京、中国？そこら辺じゃないの。ヤクトさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。こんばんは、どうも。こんばんは。
な。でもあんなもん。頭の方ありがとう。こんばんは。どうも。結構読めるわ。大分だからそれ。頭の方ありがとう。こんばんは。コンタム。やっほー。熊本って近くですか？大分から熊本、大分市から熊本。いや近くないよ、遠いよ。いや熊本隣の県だけど結構行きづらいからね、熊本って。結構なんか電車で行くんだったら一回福岡を経由しないといけないから、遠いんだよ。隣なんだけどと、また先飲んで、水だ。こんばんは。二度目の方ありがとう。どうも。でっかい山挟んで、そうだからね、隣だけど行きづらいからね、遠い。隣の県に、県なのに行き来しづらい。そうだ。こんばんは。福岡経由で熊本に行く、あ、電車だったらね、直通ないよね。なかったぞ。おはたむーとも、こんばんは。そうね、そう。日本語音声使っても、時間かかりすぎる。お、日本語音声、あ、わかんない。え、あるってことね、そう、大分から熊本の、あるの？福岡九州。九州横断特急なら福岡から、あ、九州横断特急、わかんない。電車で行ったことない。阿蘇山は広大でした。広大だったわ。こんばんは。どうも。そう、隣の県だけどね。だからあんま行ったことないね、熊本は。今までで2回 ?2 回しかない。コーヒーか。コーヒー本線。こんばんは。熊本2回行ったやつも全部さ、飛行機でさ、東京から行ったからさ、大分から行ったことない。熊本ツアーで1回と、ひなこと波動旅行で1回。全部羽田からだったから。熊本ツアーの時は、熊本ツアーのレース終わった後に、多分行ったからって覚えてないけど。大分から行ったことないからわかんない。今は？あ、線？大分？けど、あそこ、あ、そうなの、通ってんの。知らなかった。こんばんは。他の県に遊びにとかって言ってたの。この県に遊びに私は行ったことないね。友達とかとだよね。ないね。え、熊本とか、熊本じゃない、間違った。福岡とかだったら、なんか、この前行ってきたみたいな話は聞いたことあるけど、友達から。福岡も行かないね、私は。熊本行くより福岡行く方が行きやすいから。あと、でも熊本もあれだけどさ、福岡ってやっぱちょっと都会なイメージがあるから、みんな福岡行ったりしてた。こんばんは。こんばんは。阿蘇山の周りは思いっきり山登り。そうね。行ったことないんだよな、大分から熊本。こんばんは。もイベルグエンさん200回目の方も入ってます。たくさんありがとう。入ってね。こんばんは。博多とか行ってた。いや、博多は、行ったことあるよ。でも、お仕事で乗り換えで行って、時間があるから、あ、ちょっと時間ずらして、乗り換えの、ん？あ、なんか九州内でなんかイベントとかあったじゃん。長崎とか。佐賀とか、福岡とかもあったか。なんかそういうイベントの時に電車の時間ずらして、乗り換えの時間ずらして、買い物とか、行ったことあるけど。でも、2回ぐらいかな。合わない。
こんばんは、どう？おちたむ。うん、もう、こんばんは。今回から熊本だと新幹線だということは。あ、新幹線取ってんのか。大分ないからな。大分の東は海、他は山で囲われてるイメージ。孤島みたいになってるじゃん。こんばんは。実際博多行くのは何時間ぐらい？博多、ソニックから行くとしたら。どんぐらいだろうね。大分からだったら。どんぐらい？ 2 時間ぐらいじゃないっけな、確か。博多から見ても熊本って都会じゃない。いや、熊本、九州の中だったら、福岡の次に熊本、鹿児島って感じ。その順番で都会のイメージ。福岡ってラーメン以外に同じ。ラーメン以外に、もつ鍋。あとなんだろうな。もつ鍋かな。福岡ってやっぱ、食べ物って福岡じゃなくてもだけど。いろいろあるから美味しい。水炊きもあるけど、私はもつ鍋派だから。一番田舎は佐賀。いや、もう分かんないからな、佐賀を。いろんなとこ行ったことないけど、からおじっちゃん、おばあちゃん家の周りぐらいしか行ったことない。あ、もう分かんない。長崎ってどんな印象？長崎、長崎ってどんな印象？むずい。長崎はハウステンボス、ステンボスがあるところって感じ。ネズミキャンさんファンデビル11、ありがとうございます。ありがとう。カタブーとも、こんばんは。福岡、福岡、今日か福岡、どういうこと、どういうこと、どういうこと、何言ってんの。こんばんは。あ、確かに坂が多い、長崎。そういう。今日買ってます。298人。ピアノマンさん、こんにちは、ありがとうございます。ありがとう。ね、今週300人いけるんじゃない？もしかしたら今日いける？あと2人で300人いける？こんばんは。どうも。いいよ。熊本って九州の中では都会なんだ。サッカーエイドは大分とそんなに変わらないようにして。熊本の方が都会だね。一番は福岡だけど、次が熊本。鹿児島も都会っていうイメージがあるんだけど、みんなイメージがある。こんばんは。あちたぶん、初音の方ありがとう。もん、韻を踏みたかった。福岡、福岡、今日か福岡。何言ってんだこれ。おばさんは明太フランスラーメンを持つ鍋、水炊き。美味しいものいっぱいあるよ。こうか。カタムーの？だから熊本大分は仲悪い。なんでそうだったの？なんでそう？タムランドはないの？タムランドないから。ハウステンボスって感じ。ハウステンボスね、一回しか行ったことないんだよね。ちっちゃい頃に、妹とおじいちゃんと3人で行った。1回だけなんだよね。あんま覚えてない。あんま覚えてないんだよね。小学生の時に行った。何したか、もうイルミネーション見たの覚えてる。何したんだろうね、あんま覚えてない。北九州市はどれだっけ。北九州市行ったことないかも。分かんない。佐賀と宮崎はどうですか。佐賀と宮崎は都会のイメージはないけど。はない、ないけど。ないね。あんなでかい山挟んだら喧嘩したくてもできる。喧嘩してないけどな。山田も大分生まれ。大分生まれの知ってるだろう。ほぼ急に泣き出した。おばさん。福岡の観光地だと必ずダーザフキャンマングが入ってる。聞いたことある。でも行ったことない、私。あんまね、福岡の観光したことないよ。沖縄九州、沖縄九州じゃない、違うね。ブブ、何回で寝るんかい。長崎オランダ村知ってたら通告。オランダ村聞いたことあるけど、あんま分かんない。こんばんは。
沖縄だから沖縄は沖縄だよ。だってさ北海道もさ東北ではないじゃん。東北北海道じゃん。だから九州沖縄だから、そうか北海道と同じ。カンタムーンカモーンカモーン福岡熊本と鹿児島長崎大分佐賀宮崎のイメージ。色は認めます。認めるんかい。認めるんかい。沖縄一応あえ九州なの本当に。大分からだとあ愛媛確かにフェリー乗ればフェリーあでも車でも行けるけどフェリーも出てる。どうなんだろう愛媛行ったことないから分かんないや。分かんないや。オランダってなんだか知ってる。オランダは国でしょ違うの。いやなぎちゃんとなんでこれしてなかっただろう。適当なこと言ってなほんとに。初オムの方ありがとう。こんばんは。どうも小池屋ポテオさんファンレベル15ありがとうございます。ありがとう。九州沖縄と一くくりではある。で沖縄九州ではなくない北海道と一緒じゃない。だって九州沖縄じゃん。北海道もじゃない。東北北海道じゃない。間に点がない。うちにさんファンレベル15ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。うん沖縄九州に吸収された。いいよ、私あれは。いいこんばんは。大分と長崎どっちが強い。強い強さどういう基準なの。強さの基準って何。ひとえあ一くくり一くくり一緒だろ。一くくりっていいじゃん。大分愛媛は遠い。毎週帰るの辛い。どんぐらいかかるの時間。行ったことなんかわかんないよ愛媛。クロケンさんファンレベル14ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。九州は9個の県があると思ってる人がいる。九州って言ってるから。9個もないよ。ないです。こんばんは。どうも。海は福岡、宇佐は大分。福岡に海市ってところが。大分に宇佐はあるけど。こんばんは。距離より船で時間かかるんですよ。なんか道通ってないの？愛媛と大分って。船しかないの？嘘でしょ。お疲れ様です。お疲れ様。猫滅ぼされた。誰によ滅ぼされちゃったの。そういうこと。こんばんは。うむ、おいで。降りてきたブブさんが。こっち見てる。目細めてる。かわいい。九州は大昔、県に分かる、県になる前、九個に分かる。あ、そうなんだから九州なのね。こんばんは。ガンダム。そうそう、プリン持ってこうかな。ちょっと待ってて。プリンも、あと、お水、出してくる。こんばんは。ちょっと待ってて。プリンと水、持ってきます。ウブさん、ここにいる？ちょっとこれ、まずおいで。かぐじゃん。タブラ何それ。タブラこれクロムちゃん、あのクロムちゃん VTuber。 何だこれ。ポ
リン持ってくるよ、私リュックに捨ててみる。落ち着いてるね、ウブさんね。待っとけよ、ここで。急にちょっと待ってて、プリ持ってくる。行ってきます。ちょっと待って、水持ってくるの忘れた。ちょっと待って、お水忘れちゃった。くれるってブブさんが。ブブさん私についてきてた。かわいいな。待ってね。ちょっと待って。ブブさん。ブブさん私のこと。めっちゃ見てる。どうした？ついてき、キッチンまでついてきた。さっき299人、メイロンさん、本日もありがとうございます。ありがとう。落ちてた。よかった、まず300人、ナイチさん、今月もありがとうございます。ありがとうね。うん、300人私知ってたわ。ヒロジさん、ファンレベル13、ありがとうございます。ありがとう。アツアモンの方、2度目の方、ありがとう。カペルさん、ファンレベル13、ありがとうございます。ありがとうね。ジェミーさん、ファンデベル13、ありがとうございます。ありがとう。これはどうした？遊べって。ちょっと待って待って、あとでな。ユージさん、ファンデベル15、ありがとうございます。ありがとう。かわいい、おぼさん。さっきプリン出してたらさ、おぼさんがついてきてた。よし、今日さ、プリン
今までで一番綺麗に外せた。お好み焼きさんレインボースター、ありがとうございます。一番綺麗。あんまりかけてない。綺麗、過去一綺麗。嬉しい。ちょっといただきます。一番綺麗に外せた、嬉しい。走り回ってるね、ブブさん。走り回ってる。いただきます。うん、お好み焼きさん、どうしたの？ありがとう、キングリッドと。あいつね、あいつでも、どうしたの急に。一口だけ食べる。ちょっと待って。うんうん。美味しい。よかった、まず301人。ポセイナルさん、今月もありがとうございます。ありがとう、あいつね。プリンより京香ちゃんの方が綺麗。ありがとう。いや、ブーム欲しいって言ってんの？ブーム欲しいの違うでしょ？あ、そっちでしょ、ブーさん。めっちゃびっくりしてる。ブーさんが急に来たの、そっちでしょ？ブー今日買ったムズ301人。あ、読んでたこれ。お世話になりました。ね、お好み焼きさん、ファンデペル20。ありがとうございます。ありがとう。どうしたの急に、本当に。プリンとタオの魅力はどうレベル。本当はいつも通りだな。ね、今月許可たもんぞ、いい調子。確かに。だってまだ。コロロ言ってたわ。2週間半ぐらい。え、じゃあ1週間半ぐらい。だいぶ調子いいぞ。お好み焼きさん、お好み焼きさん、尻尾を振りながらね、部屋を走る。京香ちゃんの方が断然可愛いと思うな。あれって、あ、ゾウの方ありがとう。アンケート取るか。アンケートいらないだろ。急に遊ぶスイッチ入っちゃったわ。急に。お好み焼きさん、キングリッドとありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、キングリッドとありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。びっくりした、急に。二度目のくったりがとう。今日もアンテナ前のギアでかそらぐぶぶ。なんか追われてるわ、ここで。音がするもん。自分さん、フォローありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。わわーん。入ってたまた。
待ってんのボブさん、なんかいるのボブさん、そこに食べよう。おいしい、いい感じの苦さと。うん、ラスイッチ1個ね、今日食べたんだよね、夕方ぐらいに。プリンなんか4個作った。ブブタンはオス、ブブはオスだよ、オスです。暴れ回ってた先、あとなんかこれ最後の1個もうない。プリンとブブニャンの色が同じ。似てる。自作な、え、そうだよ、めっちゃ綺麗に作れた。全然さ、なんかさ、プリンって作る時にさ、吸って言ってさ、なんか気泡が入っちゃうのね。でも全然ない、めっちゃめっちゃうまくいった。あれはいな、あれはね、うん、撲滅した。あれ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 さ、ゴキジェットかけたら倒せるから、ゴキジェットかけて倒した。あれ買ってみようかな。なんかアリのさ、巣ごとをさ駆除するみたいなやつあるじゃん、毒餌さんみたいなやつ、買ってみようかな。アリミツ、とりあえずゴキジェットでやったんだけど。オーバーキル、オーバーキルかな。うん、失敗したからさ、スプレーでやった。めっちゃうまく作れて嬉しい。また作ろう。洋服とかについてきた。嫌すぎる。昨日着てたく。え、怖っ。見ちゃろう。新しいキルリーダー。あれキルした。嬉しくないよ、アリちゃん。おいしそう、え、めっちゃおいしい。結構ね、カラメル苦め、いい苦さしてる。アリも食べちゃいな、家に決まってるだろう。なんかさ、オーブンで作ったからなのかわかんないけど、結構なんか固め、ちょっと固めのプリン、もうちょい固くてもみっちりしてるプリンもいいかも。固めプリンが好き。残りをください。あげません、あげません。こんな中にプリン食べてるのなんで太ない。プリンぐらいじゃ大丈夫、みんなも食べな。プリンぐらいじゃ大丈夫。これ失敗するんだよね、このスプーン、このスプーン。
昨日もそうだった。皿舐めたお前なんでだろうこれ、もう全然すくえないの。プリンと足はどこなんだろう。確かにプリンって、いい感じの逃がせた。ご飯一体で食べる？合わないだろ。ねぶぶ。降りてきた。いいよ。いいだけね。行ってきたいよ。これ下げてくる。ごちそうさまでした。美味しかった。ちょっと待ってて。あ、びっくりした。びっくりした。急に。え？どうした？また昨日と同じ体勢すんのかそれ。ブブさんの。何か思える？ちょっと待ってろ。持ってきてあげる。これ下げる。僕が舐めちゃうね。待ってて。皆さんが待ち構えてる。そんなに欲しいか。見て。ちょっと袋に入ったままだったけど。百均のカニカマスライス。ガブブさん好きなんだよ。コルちゃんが好きだったからさ、買ってみたら。ガブブさんも好きだった。めっちゃ見てる。ねブブさん。見てた。ほぼカニじゃないよ。ごぼうさんね、うまく食べれないから。ちょっと見てあげない。私ゆぶさん。そう、猫用のやつ、これ猫用のスライス、ダイソーの猫ちゃん用の。さ、取ってくれなかった。さ、チュールじゃない、カニカワ。言ってる、ちょっとゴロゴロ言ってる。ちょっとゴロゴロ言ってる。ウグさん、ちょっとゴロゴロ嬉しいのか。もうないよ、もう
美味しかった。そう、ダイソーにね、果肉も売ってる。猫ちゃんの、なんか動物のペット用品のところに。あとちょっといるか。あとちっちゃいやつな、じゃあ。ちっちゃいやつ。ブさんのおやつでかいな、これ。めっちゃ見てる。なんか泳ぎブーさんその足、この足何これ。その足、はい、ね、ブーさん今日もめっちゃ凝視してる。欲しいからね、ブーさん。無理だよ、落ちちゃうから。あー、やると思ったよ。落としたな。持ってくな、ごめんなさい、落としちゃうから。その手も一応噛んでみたの。今日は12時まで。今日は、違う、24時半。あれ、24時になってる。あれ、24時半。美味しかったか、ボブさん。まだ欲しそう。もうあげないよ。もうあげません。もうあったな、終わり。かわいいブブさん。終わりにもめっちゃ見てる。かわいいね。まだありそうだにゃ、くれないのかって。ダメだ、取っちゃうよブブさん。これダメです。また明日ね。今日の通算本でブルー18、ありがとうございます。ありがとう。目つき悪かった、さっき。でも僕は京香ちゃんの方がいいから。なれてね。こんばんは。うん、ファイの方と12万ポイント差まで縮まった。みんなありがとう、ありがとうね、たくさんありがとうございます。こんばんは。まだ食えるって。ダメよ、ボブさん。戻ってくの、食べたら。食べたら戻ってくのか。模様なしみたい、私には。こんばんは、お伝わーだわー。なんかしてる。これ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 。終わった。かわいい。よいしょ。定位置に戻っていったおぶぶさん。あえて食べて満足したみたい。こんばんは。どうも。ボブさん戻っていったから、戻ってきた。どうしたの、帰
るふるして戻ってきたらカニカマくれるみたいな、そういうこと？あげないよ。遠近法で肩に乗ってるように見えなかったんかい。見えないかい。山田より可愛い。さあ、ウーさん可愛いよね。借りれる？借りれない？まだ降りれないの。まだ降りれないね。見て見て。見て。いやいやいや。なんか怒ってそう。やめろってやめろって言ってるおじさんが、ブブに会えたのってあげなくて、なんでそんなこと言うか、かわいいでしょ。ブブが友達に会いに行きましたね。会いに行くの、うん、猫もこんな夜中に食べたら大丈夫でしょ、ちょっとだから。ブブ今度は全部食べずに少し隠しとき。隠すな、こんばんは。記事戻っていった。リンボースター、いいよ。スニーカーさん、リンボースターありがとうございます。ありがとう。あいつね、まさひろさん、ファンリプル17、ありがとうございます。ありがとう、あいつね、ありがとうございます。初音の方ありがとう、こんばんは。あ、知ってるわ、あ、死んでる人知ってる。こんばんは、こんばんは。ナキングリッターありがとう。キラボシもありがとうございます。たくさんありがとうね。こんばんは、どうも。何と何がいい、喜び走り。カニカマが嬉しくて走ってるの。うさ、うぶ、何で遊んでんの。充電器か、どうぞ。オフェリアスさん、ファンデュエル12、ありがとうございます。永遠にする。好きだね。こんばんは、どうも。永遠とりあえず行こう。なんでカニ玉なの。カニ玉食べたことある。カニが好きな、カニも、何が、ブブさん、あ、ブブさんのこと。ブブさんカニ玉食べないよ。カニカマあげたら好きみたいな。そこから降りるの躊躇するね、カニの。いやね、降りる時もあるのよ、まあ、なんかその時の気分なのかな、ブブさんの。さっき躊躇してたよね、めっちゃ。だよね。でも昨日は降りてた、確か。日によるね、ブブさん。ブブさんね、あんまジャンプしないから。まあ、うるさくなくってはいいかもしれない。うるさくはないってところね、ブブ。ずっとうるうるしてる部屋の中。初音の方、二度目の方ありがとう、こんばんは。初音の方、フラスタス、たくさんありがとうございます。粘ったらまだカニカマもらえるかもって思ってんの。あげないよ。キジの扉に当たってたな、ブブさん。よし、あとも中でどう、こんばんは。初見自身違うでしょ。降りたいんだけど降りるよりがない感じ。だからね、日による降りれるかどうか。繰り返す毎日にうんざりしてた、あの頃常に新しい刺激求めてさまよい歩いた。どんな夢もいつ
増えた。本当に確かに。みんなでも爆発してるかも。後ろから聞こえる部分。いるわ。いるわ。いつもに。天然ガラスさんファンレベル12。ありがとうございます。ありがとう。うーさん、後ろにいるわ。何時まで？今日12時半までです。あと24分。30分まで。おぶさんと。よいしょ。こんばんは。おつとむだわ。あつもの方ありがとう。あもとも、こんばんは。いつも何してるの？いつもここで？寝てる。え、なんか。ぼーっとしてる時もあるけど、外見て寝てる時は、だいたい部屋の方向を向いて寝てる。だからカーテンの方向を向いて外見て寝てるわけじゃない。カーテンの方を向いて寝てる。なんか気に入ってるわ、ここ狭いからかな。逆にスペシャルエース出なかった時、ハズレって思ってしまう。スペシャルエース、確率が低い。当たりで違う、だって外れじゃないよ別に。3連休だからどっか連れてけっていうブブからのメッセージ。そんな連れてけって別に出たくないだろブブさん。今日もありがとうございました。山田のことが大好きです。ありがとうね。そうなんです。違うでしょ、一緒に誰かいる怖すぎでしょ。ブブよいるのは。窓際にいるのに部屋の方見て寝るとかだぞ。ウーさんちょっと変わってるから。ちょっと変わってる。あ、チョボの方ありがとう。こんばんは。昔すくいにおいても歌唱力も確かだし、やっぱりキョコちゃんは完璧やろ。歌唱力ないだろ。ありがとうね。あ、褒めてくれて。ありがとうございます。こんばんは。はじめまして。違うでしょ？狭いから間違いない。狭いとこ好きだもんね。猫って。今日さ、最近さ、窓、部屋の窓開けっぱにしてるの。全開に。暑いから廊下の方が涼しいから、廊下の空気とこうなんて入れ替えるよとって開けっぱにしてるんだけど。
扉開けたらさ、その壁との扉の間にちょっと隙間ができる。そこにブブがよく入り込んでる。どっか行ったと思ったらそこにいることで。ブブ今うちにいる。嘘だろブブさん。瞬間移動してるのか。そこから降りれないんじゃ外は無理で。ブブさんね、外行ってもビビるからな。かまわんの。変わってるのは飼い主に。変わってる私。かまわん。キャットランにでもついて。キャットランとかあんの？そんなのあるの？皆さんでも行けるかな？初音の方ありがとう、こんばんは。え、あるの？本当にドッグラン的なやつ、キャットランも。ブブも人見知り。え、どうだろうね。でも、もともとさ、ブリーダーさんとこに行ったからさ。どうなんだろう。知らない人来ることは多分あったと思うね。どんな感じだったんだろう。タムの歌、魂の叫びが。叫びなんだよ。ソウルが伝わる。本当に。ブブさん運動する。え、でも結構ね、運動させてるよ。猫じゃらしで。ブブさんが疲れてきたなっていうぐらいまで。こんばんは。お伝う？あんたは？ヨコちゃん、顔も声も可愛い。ありがとうね。グランチさん、たくさんキングリッターありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。ブブ連れて猫かへん。怒るよ、ブブが。怒っちゃうよ。初音の方ありがとう、こんばんは。こんばんは、たわー、こたわ。どうも、どうも。ブブさん寝てるわ。寝息が聞こえる。すやすや言ってる。ブブさん。うちの猫は2匹とも全然人見知りしない。誰にでも撫でてって言って。かわいすぎだろ。ブブ。僕は結構最初に家来た時はさ、それはちょっと違うのかな。最初に来た時は、家に連れて来た時はもう全然餌とかもね全然食べないし、もうケージが5階建てなんだけどさ、ブブのケージが1階にトイレ置いて2階に餌を置いてんのね。餌と水を2階に乗せるじゃん。降りるはするけど登れないから大変だった。だから最初1階に餌置いてってしてた。あとそう、1階に餌置く、2階に餌を置き始めたから、それでもまだブブが上に行ってくれなかったから、ご飯の時間になったらご飯用意したらブブを2階に置き直してた。ブブね、ずっとトイレがさ、上から入るタイプのトイレで蓋がついてんのよ。で、なんか穴がついてる蓋があって、なんていうの、その蓋のところにいつも座って寝てた。上に行けばいいのに。タワーマンション、そう、ウーはタワーマンションに住んでた。タワーマンション5階建ての。あとの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。大政さん、ファンデビル中に、ありがとうございます。ありがとう。最初に来た時は許可と向かい逃げて。確か、いや別に逃げてはなかったと思う。なんか甘い餌でも食べてくれなかった。初見さんコメントありがとう。おはとうの、どうもどうも。初音の方ありがとう。二度目の方もありがとうございます。上行くの疲れるって。今でもどんどん上行くよ。6階でね寝てるよって。山健さんリンボスターありがとうございます。ありがとう。ね、落ちたわー。かまわ猫のタワー5階建てだから、タワーそれぞれの階広いの。広い、もう寝れるぐらいはある。部分はイッタさんファンレベル14ありがとうございます。はい、いつもの方へと、なんもどうも歴史がある。そう、ブブさん成長したから上まで行けるようになった。全然なかったからね最初、びっくりした。だって短足の猫でも調べたらさ、普通にジャンプできます、足速いです、めっちゃ走りますみたいな書いてあって、あそうなんだって思ってた。全然飛ばないの。このケージ買ったの間違いかと思った。キョウカちゃんも滑るわけないだろう、猫のケージに。無理よ、そんなでかくない、横幅はない、縦にでかい。あんまり横にでかいやつは買えなかったから、スペース的に部屋を縦にでかいのかな。キャットタワーマンション、そう。あ
松本の方ありがとう。タワー住んでいながらお気に入りを戻りや、そう最近のお気に入り戻りは。2度目の方ありがとう、こんばんは。ブブさん一応ベッド買ったんだけどな、ブブさん用のなんかドーム型のやつ、ベッドってなんかベッドなんか買ったんだけど全然入ってくる。お腹デカめ猫で検索する。お腹デカめじゃない、短足だから大きく見えるんだけど、どうだよ、だって普通の猫のサイズだから、足が足だけが短いのだからね、お腹デカめじゃない普通よ。あつまの方2度目の方ありがとう、こんばんは。どうも基本ビビリ、あぶさんね、ビビリだよ。だって猫ってさ、段ボールとかさ紙袋とか好きじゃん、入んないからね、入んない。うぶさんはビビってんのかわかんないけど紙袋とかも半分とかまで入れてみても出てくるもん。壁で爪とぎされてる何か所か。で最近あんましないけど、トンタマンとも鍋にも、鍋はブブさんに見せたことないな。今度からブブ用で調べよう。何をよ、足短いブブさん短足だから、短足マンのマンチが。フィギュア好きなんてブブ、孤独を愛するんだね。かっこいいな2度目の方ありがとう。ブブってる、なんだそれ、何ブブってるって、なんだそれ、バッターブブってる、何ブブってるって、なんだそれ、何それ、何ですかそれはこんばんは、どうも。ブブさん可愛いのね、ちょっと変わってて、短足言われて今頃拗ねてる、拗ねてる、そんなことない、それが可愛い、ウーさんのチャームポイントあそこだから。そのブブってんじゃねえよ、何ブブってるって聞いたことない、何それ、部屋暑かったです、部屋暑いよ今26度この部屋エアコンつけて26度、パソコンではそんな暖かくないんだよ今は、多分ね、ツイッチしてた時に部屋が、いや、飲んだって重さなんだよゲームと配信同時にしてる時やばい、パソコンあったかい、楽しい時間はあっという間に過ぎますよね。それでは聴いてください、プリンプリンプリン違う曲じゃんブブゼラ違うぞ、うるさいってなっちゃう、暖房だからね、エアコンつけなきゃ。外が結構涼しかった、廊下が結構涼しかったらね、扉開けてたらなんとかなるけど、今日はちょっと暖かかったからエアコンつけた。ブブのチャームポイントはスラッとした足スラッとしてないだろブブさんは。なんかさ、ブブ見すぎてさ、なんか野良猫見たらさ、足長って思うもうなんかブブの足の長さをさ見慣れちゃったから野良猫見るたびにもわしなっかって思う2度目の方、初音の方ありがとう、かわわかわわうわ、足短いのかわいい、そこがかわいいんだから、かわいいからそのままでいいんだけど、ブブさんは野良猫見たら足長って思っちゃう、かわわかわ。3位の方とあと8万ポイント差が、みんなたくさんありがとうね、差ついてたのにここまでありがとうございます。うちの中がちくわを狙ってますが、どうする、ちくわ狙われてんの、早く食べちゃえちくわ。タオのチャームポイントはスンとした足、スンスンとした足って何なんだそれ。ソフトテニスさん100回目の訪問ありがとうございます、たくさんありがとう、ありがとうございます。ブブゼラ夏ブブゼラあれ見たかね、ちょっと前なんだっけ、スペックブブゼラ出てきたからワンタンメンさん100回目の方もありがとうございます、たくさんありがとう。2度目の方ありがとう、こんばんは。なんでブブゼラしてそのドラマに出てきたの、なんかさブブゼラなんかシーンあったじゃん、見てるシーン、山田さん好きです、ありがとうございます
ウブの彼女買うとき足長い。ウブの彼女、次メスカードでも猫ちゃんでウブの友達欲しいなと思うけど、今は買えないから。スペック出てきた。ジェニファー、ジェニファーって何、ジェニファーちゃんだけど、おはようございます。ブブゼラを吹いて瞬間移動するスペック持ってるなんか人いた瞬間移動するやつ、それうーん、友達なら必ずしも猫でなくてもいいか。まあ確かに猫じゃなかったな。何がいいか、フェレットとかもかけ、東野さんどういうこと。ペンギンさんファンレベル14、ありがとうございます。初音の方ありがとう。それ何の漫画だっけ、どれのこと。ハムスターで、ハムスターなれるかな、友達に。ウソ、ハムスター食べない。ヨガちゃん可愛い上に優しいから好き、ありがとうね。スペックも夏、スペック今年見たんだよね、面白かったわ。銀河号チェック、銀河号チェックちょっとハム太郎顔、でもハムスター寿命短いよ。ハムスター、小学校の時に教室で飼ってたよ、ハムスター。寿命が短いもんね、ハムスター。ウブゼラで新海道する漫画、スペックだよ、スペック、スペックの出てきて友達に、こう、ブブの友達になってくれるの。スペックのブブゼラ東野さん。あ、そうなの、東野さんだった。見てない。ブブニャンの名前の由来、そういう感じだか。なんとなく。特に理由ない。ないない。あ、そうな方ありがとう。強化ハム、何が好きですか。ハム、なんだそれ。ブブゼラ昔サッカーのワールドカップで流行った。あ、そうなの。タムスター、タムスターはそれ、あのあれだよ、そのなんだっけ、アバターよ。タムスターのやつ。こんばんは、どうもー。スペックね、全部見たよ。ドラマも映画もあるよね、見た。クラッチさんありがとうね、キングリーター、たくさん入ってます、ありがとう。お寿司残しちゃった、なんかいっぱいあった。ハムスターをかけました。強化ハムってなんだよ。なんだそれ。タブタロー、タブタローはダメよ。ちょっとあのアバターダメになっちゃうからね。うん、グランちゃんありがとう。キングリーターパワーありがとうございます。グランちゃんありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。キングリッターもありがとう、ありがとう。ね、香港のハルマさんファンレベル11、ありがとうございます。2度目の方ありがとう。どうも、風呂敷広げすぎてわけわからなかった。風呂敷なんだっけ、風呂敷、え、どういうこと、風呂敷って何、どういうこと、何の話だ。キングリッタワー、キングリッタワー、グランツさん、キングリッタータワー、ヤスさん、レインボースターありがとうございます、ありがとう。話が大きくなって収集がつかない。あ、それっていうの知らなかった。グランツさん、キングリッターとはありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、グランツさん
ちさん、キングリッタータワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう。みんなもありがとうございます。ヤオスさん、たくさんありがとう。リンボさん、ありがとう、ありがとうございます。みんなもありがとう。ガンダムーとも、その後書いたドラマ、あ、そうなの、それ見てないかも、見てないかも。トモちゃんありがとう、こちらこそありがとうね、ありがとうございます。そろそろ歌うか、じゃあ最後の歌。20分だ、ガンダムーとも、マジで車も全部脱いで、イサミイサミヤイヤイヤイヤ、ブリンバンバンブリンバンバンボン、ブリンバンバンブリンバンバンボン、実力を発揮しきる前にアイテムがバック出てくるらしい。アンカーキューハートロペリアンビーアイケーケンダンデピカジアイカーダピしてる毎日、カレンダーの光を入れないもの、アイスより愛し、俺パッともできないことばっか言ったけど、ブリハッピーあっ切れてる、開けて回り目湧いてる、数作友達もう反則できたち、自分の俺に任せとけばいい、教科書なもんだしゅうない、ちょっぱっと飲ましない、たくさんありがとう、ね、ありがとうございます、ありがとう。よいしょ、ファンレベル2度目の方、ありがとう。こんばんは、キョウナツさん、ファンレベル19、ナツキさん、ファンレベル15、ありがとうございます、どうもありがとう。よかったもん、303人、ショウさんとクリオネさん、2人とも今月もありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます。あと、クジラちゃんさん、ファンレベル11。ありがとうございます。あと読めてる方。2度目の方、ありがとう。こんばんは。よし。ランキングもそろそろ時間だわ。じゃあ13位から読みますね。
13位ゆうじさん、ありがとうございます。12位ジェミさん、ありがとうございます。11位すずめちゃんさん、ありがとうございます。10位まさとさん、ありがとうございます。9位ヤマケンさん、ありがとうございます。8位ミミさん、ありがとうございます。7位まさひろさん、ありがとうございます。6位大間さとまく015さん、ありがとうございます。5位やすさん、ありがとうございます。4位あべしさん、ありがとうございます。3位お好み焼きさん、ありがとうございます。2位フラワーさん、ありがとうございます。そして1位がグランツさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました、ありがとうみんな今日はありがとう、ありがとうございます、ありがとうね、みんな。もう140万ポイントじゃん、たくさんありがとうございます皆さん、今日もありがとうね。明日の配信はお昼1回12時半から13時でやって、次が1時間半だから1分残してやった方がいいよね、確かね。8時31分からだったよね、前回キャンキャンの時も。それと同じでやっていこうな。8時31分から22時かなでやると思います。ですかね。明日はちょっと夜配信早め、イベント最終日だもんね、明日日中とか、てか日中にしちゃう。じゃあありがとうございました、また明日の配信で。